Come on, are you ready?
ちょっとしんどい中ですけれども、まず横山さん、はい、ここまでやってみてどうですか？いや、久しぶりの野外コンサートということで、皆さんね、声を心の中で出してくださってると思うんですけど、楽しんでますか？イエーイ！ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しいね。ね、野外いいですね。最高です。さあ、そしてゆきりんさん、ルーマー。そう、私は初で、あの、YouTube で踊れませんっていうのが、ね、まさかの60万再生ぐらいやばいと思ったけど、みんなもね、ファンの前で初披露だったので、そうなんです。皆さんにお披露目できてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、でも次の曲に行っちゃっていいですかね。はい、行っちゃいましょう。次はですね、私たちの原点である劇場でやっていた企画、ハッシュタグファイという曲 AKB という企画があったんですけど、知ってる方いますか？おー、嬉しい。ありがとうございます。その企画はですね、年代ごとに分けた楽曲リストの中からファンの方に好きな曲を選んでいただいて、リクエストが一番多かった曲を披露していたんですけど、今回は全8曲をメドレーでお届けしたいと思います。おー、はい。なので普段はライブでやらないカップリング曲だったりとか、はい、公演曲などあるので、ぜひ劇場に来た感じを味わって帰っていただけたらなと思います。はい、それではいきます。8曲続けてどうぞ。
ピンポン、ピンポン、日が変わる。
イエーイ。さあ、というわけで皆さん改めましてこんばんは、 AKB48 です。ありがとうございます。 MX 夏祭り AKB48 2021年最後のサマーパーティー、皆さん楽しんでくれてますか？のライブは MX テレビさんの主催で行われているんですけども、この日比谷野外音楽堂、まあ、いろんな、ね、アーティストの皆さんライブやってますが、はい、AKB がここでコンサートをやるのは13年ぶりということで、すごい。このメンバーでもその時立ってたのもう私しかいないんですけども、ちなみにエリー、はい、13年前何歳？4歳です。4歳、4歳。日比谷中に響きました。日比谷中に年齢を知った。なんか仲良くしてくれてありがとうね。ありがとう。はい、そしてですね、このライブは、ワンセブンライブにて無料独占ライブ配信がされています。皆さん見てますか？見てますか？今日会場に来れなかった方もワンセブンライブにて最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ここではみんなの自己紹介をしたいと思います。はい、はいはいはい、はい、それでは早速横井さんの方からお願いします。はい、AKB48 チーム8チーム経験人の横ちゃんこと横山由依です。今日は久しぶりの私はステージになるので思いっきり楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、AKB48 チーム8、そしてチーム4兼任のなぎこと坂口なぎさです。もう夏は終わってしまうので2021年の夏は今日が一番良かったと言ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、ふんわりまとめるような甘い女の子になりたい久保里音です。はい、今日私は髪を切ってから初めて皆さんの前に立つので、皆さん目に焼き付けて帰ってください。今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、私がマイクを向けたら手拍子でランちゃんってやってほしいです。お願いします。はーい。いつもニコニコ愛嬌たっぷりぷりなランちゃん。ありがとうございます。大阪から来ました高校3年生17歳のダンスめっちゃ大好き小宮山チーム系ドラフト3期生の小林ランです。よろしくお願いします。ランちゃん。ありがとうございます。私はですね、今日一番後輩のドラフト3期生ということで、私自身選抜の皆さんとコンサートに一緒にさせてもらうのが初めてですごい緊張してるんですけど、フレッシュに一番がむしゃらに踊りたいと思うのでよかったら見てください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校3年生17歳の千葉エリーです。よろしくお願いします。エリー。ありがとうございます。私は久しぶりの本当に野外ライブだと思うので皆さんと一緒に楽しい夏の思い出を作れたらなって思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、チームメイトチーム経験人の倉野なるみです。なるちゃん。ありがとうございます。もう野外ということでもう暑すぎてですね、前髪すごくセット頑張ったんですけど、どこかに消えてしまいました。もう今日はこの前髪を無視して、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、AKB48 チーム A 17歳の西川玲です。今日は髪をお団子にしてきてもいくらでも汗かけるようにして気合十分なので皆さん思いっきり盛り上がりましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、京都から来ました金閣寺よりも輝きたい横山由依です。よろしくお願いします。イエーイ。由依さん、ありがとうございます。野外コンサートといえば葛西臨海公園とか味の素スタジアムとかすごい雨が降っていたイメージがあるので、今日晴れてすごく良かったなと思うんですけれども、私野外コンサートはこう明るい状態から夕方になって夜になっていくのを皆さんと一緒に楽しめるのが大好きなので、今日も記憶に残る日になるんじゃないかなと思っています。今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、みんなのハートを取っちゃう取っちゃう。はい、東京出身のゆいことおぐりゆいです。よろしくお願いします。
ゆゆゆゆゆありがとうございます。私は日比谷野外音楽ライブさん13年前に AKB48 は出演させていただいたということで、うん、私13年前は小学6年生だったんですよ、うん、でその時は嘘じゃない、もっともっと私小5だったもん、私も小5だったから不思議になっちゃった小 2? だってゆうちゃん今19歳だから、そう6歳じゃん、6歳、あ、6歳、6歳間違えちゃった。でもあの小学6年生の気持ちのことを考えてきたんですけど、逆さま小学6年生の時にあのランドセルが赤色だったんですよ。で、あ、間違えた、小学1年生だ、そうです、そうです、そうです、6歳の話よね、あ、そうです、そうです、そうです、ランドセル合ってるよ、合ってますね、そう、赤いランドセルだったんですね、うん、でもやっぱり心の中はピンクが良かったなって思ってたのを覚え出しまして、っていう話ができて、はい、すいません、しょうもなくてすいません、そう、まあでもすごい可愛い、小学生の頃のように元気に今日はパワフルに頑張りたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。イエーイ、はい、寝ても覚めてもキーワールド夢中にさせちゃうぞ、ゆきりんこと柏木由紀です、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。私は個人的には、まあ、手術をして休養いただいてたんですけども、休養明け初のステージということで、すっかり元気になってしまった私を皆さんにお届けしたいと思います。今日はよろしくお願いします。イエーイ、はい、皆さんこんにちは、 AKB48 チームメイト、そしてチーム B 兼任の本田ひとみです、よろしくお願いします。ひーちゃん、ありがとうございます。私は今日のために髪の毛をピンクにしました。ありがとうございます。それで私は体質的にあんまり汗が出ないんですけど、一生懸命頑張ってるので、今日は汗が顔からにじみ出るぐらい一生懸命頑張りたいと思います、よろしくお願いします。イエーイ、はい、私がラッキーと聞いたらズッキーと手拍子をお願いします。はい、今日もみんなでラッキーズッキー、ありがとうございます。村山チーム4のズッキーこと山内美月です。ズッキー、ありがとうございます。はい、私今19歳なんですけれども、多分この野外ライブが19歳最後のライブになるんじゃないかなって思ってるので、もうちょっと20日で20歳になるので、そう、19歳最後のライブ一生懸命頑張りたいと思いますし、あとは MX ライブということで、さっきのネモハモルーマーでも M と X を体でゆうりさんとか一緒にポーズ撮ったので、たくさん M と X 作りたいと思うので、ぜひ見ててください、よろしくお願いします。イエーイ、はい、AKB48 チーム A 兼任チームメイトの下美優です、よろしくお願いします。美優ちゃん、美優ちゃん、ありがとうございます。私はですね、最近ずっと雨が続いてたじゃないですか、うん、で昨日のショールームで明日晴れるかなって話してたら、そのゆきりんさんが雨女って話をなぜか聞いてでカッパ持っていこうかなとかいろいろ昨日話してたんですけど、けど今日は曇りで雨降らずにできてすごく嬉しいです、今日はよろしくお願いします。イエーイ、はい、お、かべ、りんりんりん、もしもし、チームメイト茨城県代表チーム A 兼任キャプテンのりんりんこと岡部りんです。りんちゃん、私はこの夏舞台をやってて、うん、ずっと人に睨みつかせてばっかだったので、確かに、はい、もう今日はもう笑顔全開で踊ることができるので、皆さん目があったら目をそらさずにニコニコと目を合わせてくれたら嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。イエーイ、はい、真っ赤なゆいりんご、ありがとうございます。チーム4キャプテンゆいりこと村山ゆいりです。ゆうちゃん、ゆいりん、ありがとうございます。なんか私も野外ライブ多分初めてなのかな、人生で、人生で、嘘、そんなことありましたっけ、わからない、なんかアジスト、あ、そっか、そう、アジスタも出てない、そう、ほとんど多分野外系いなかったんですけど、だからすごい、こういうなんか客席の感じとかすごい新鮮で、うん、スターになった気分なんですよ今すごいスターだよ、なんかすごく気持ちが良いです。じゃあ記念すべきって感じですね、かな、違ったらごめんなさいね。国立とかは、いや、あれは野外に入らない、私のファンの人、私野外初めてですよね。あ、すごい、めっちゃバツって言ってるよ、ゆうちゃん、うちは違いますって、何か言ってますね、なんだろう、大きい野外は初めてなはず、
じゃあそういうことにしよう。そういうことにしよう。初めてです。そう、だから記念すべき1回目ということで気合十分です。はい、今日もよろしくお願いします。イエーイ、 イエーイ。はい、埼玉県から来ました AKB48 グループ総監督のミンヨンこと向井地美音です。オンオンさん、ありがとうございます。そう、今日の出演メンバー結構夏の間ずっと舞台を頑張ってたメンバーがね多いんですけど、私なんか仲いいメンバーゆーちゃんとか、あの、はい、位置情報共有アプリみたいなのをやってるんですよ。そしてるんですか。やってるんですけど、そしたらなんかいつも通ってる場所が職場っていう風にそれってなんか表示されるのね。だ品川ステラボールがいつの間にか職場になってて違う違うみたいな。なので、まあ、今日は久しぶりにこう外に出て舞台から外の世界でこうやって歌って踊れるのがすごく楽しいです。今日頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、逆から読んでも武藤トム。 AKB48 チーム K アイドル兼気象予報士の武藤トムです。トムさん、お願いします。はい、私は今日ですね、この現場に来てから10回は今日雨降りますかってあのメンバーやらスタッフさんやらいろんな人に聞かれて、あの私の予想は予報はですね、前半ちょっと危ないなって思ってたんですけど、はい、でも今まだね雨降ってないんで、この調子で最後までみんなのパワーでね、あの雨雲を吹き飛ばして晴れたまま行きたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日も楽しくエリエリオーで頑張ります。神奈川県出身のチーム8チーム K 兼任の小田恵里奈です。よろしくお願いします。小田さんお願いします。はい、このステージで以前チーム8でライブを1回したことがあるんですけど、そうなんだ。私は出られなかったんですよ、その時に。そうだから、このステージで初めて歌えるということで、ついに念願の夜音ですよね。ヤオンということで楽しみたいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあチーム8でも1回やってるし、うん、13年前も1回やってるってことですかね。そうですね。なんかファンの方はどれぐらい当時見に来てたのか気になるんですけど、 AKB のヤオン見に来たことあった人？あ、ちらほら少ない。意外、すごい少ないね。じゃあみんな新たにね、今の AKB の魅力を知ってくださってる方ばかりだといいですね。嬉しい。はい、ありがたい。これからもお願いします。はい、ということで、じゃあ続いてはユニットコーナーに行きたいと思います。夏らしい楽曲やここでしか見られない組み合わせの楽曲など様々登場します。それでは続いての曲どうぞ。涙で I'm not afraid.
涙
状況下であまり夏を満喫できなかったって方も多いと思います。でも今日こうして会えたこと、一緒に楽しい時間を過ごせたこと、またいつか思い出した時にまた頑張ろうと思えるような、そんな思い出になりますように。聞いてください、夕日を見ているか。まずはユニット1曲目、波乗りかき氷は私たちの2003年生まれの同い年4人組で披露させていただきました、はい、あの実はこの曲の感想でいつも大島優子さんがやってらっしゃったあのすごいかっこいい、ね、あの足バーンって広げる振りあるじゃないですか、うん、はい、あれをやるにあたってスタッフさんが久保さんこれできますかねって私に相談してきてなんでれいちゃんに相談してきたの。そう、私に相談してきてそうなんですよ、できたね。でも私も直接スタッフさんから連絡来て、さと、うん、ちゃん本当にこれできる心配されたんですけど、うん、なんとかかましてやりました。かっこいい、よかったよ、はい、夏っぽくね、2曲目いけたかなと思います。続いて、あっちかな、はプラスメイト、チームメイトの2000年、はい、生まれ、うん、の私たちでクラスメイトを歌わせていただいたんですけど、クラスメイトは私たち会いたかった公演をずっとやっていて、パーティーが始まるようですね。失礼しました。パーティーが始まるようですね。はい、それで私はそのクラスメイトをちょうど歌ってたので久しぶりに歌えて、しかもこの日比谷で歌えてすごい幸せだなと思いました。パーティーですいません、失礼しました失礼しました。パーティーが始まり、すごい懐かしかったですね、はい、同期で同い年っていうのがね、はい、そうなんです、いいね、すごい、ね、7年
ぶりぐらいだっけ、だからぐらいじゃないか、7年前ぐらいの公演でやってたので、すごい懐かしく歌いました、久しぶりだったね、久しぶりに、はい、3人エモですね、じゃあ、はい、一番ちょっと目を引く衣装で気になる人たちいるけど、かっこいい、めっちゃ熱いんですけど、この人めちゃめちゃ熱い、これなんてない、これは、真面目理学なんで恥ずかしがってんのなんかいつもでも真面目理学園を引きずってる女たちみたいなやばずる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 、この夏本当に真面目理学園、私たちとかも出てた子頑張ってたから、うん、これが一番の思い出かと思いきや、今日もこの日にしかもこの衣装をまた借りれるなんても思ってなかったから、そう、なんか昔ライブであったじゃないですか、マジスカロックンロールとかを役柄の衣装のままありましたよね、それ代々木代々木とかかな、ちょっとわかんないんですけど、ね、そんな感じがしてすごい嬉しかったで、なんか先輩たちと同じ道をなんかたどれてる、そこだけはなんか嬉しいなと思いました、ちゃんと盾もやってたじゃん、2人はかっこいい、戦ってたできてたのかな、できてたかどうかわかんないけど、ちょっと恥ずかしいな、ね、マジムリ学園はちなみに見に来てくださった方いますか、おー、すごい、めちゃめちゃ、めちゃくちゃいっぱい、嬉しいえ、じゃあ今手挙げてなかった人はこの人たちどんな衣装で出てくるのどうしたってどうした急にりんちゃん熱そうだなみたいな風に思えてたのかな、恥ずかしい、そうですね、あの先ほどにもあったように2008年は私たち、あのもう一回行きましょうか、もう一回行きます、もう一回行きますか、いい感じだったよ、あのさっきあのエリーが話してたように2008年はここで AKB48 がステージ立った日じゃないですか、うん、そうだね、はい、その日、私たちエリーうまくいかないですね、この4人はエリーは何をしてたかなっていうふうに思うんですけど、はいはい、ランちゃんはみんなはなんだっけ、4歳だった 4歳5歳5歳ですかね、はい、4、5歳の時は私はちょうどダンス始めて1、2年目ぐらいとかそんなんでした、もう 1、2 年経ってんの、そう4歳で始めたんで5歳はそうですね、すごい、すごいね、ちょっとダンス楽しくなってきたかなぐらいだと思いました、あのネモホモルーマンのバキバキのダンスにつながっていくんだね、はい、楽しかったです、確かにね、ロックダンスかっこいい、里根は私はその頃は何してたのかなと思って記憶ないんですけど、まあ、そうだよね4歳とかでしょ、確かに記憶ないよ、4歳なんか着せ替えシールとか流行ってた気がしますかわいい、交換してた、私たちが4歳でミヨンさんたちって私たちは小学5年生、5、6年生ですね、そう、りんちゃんだけ実は1個年上なので、ここの4人はそうなんですよ、結構そうなんだ、年離れてるんですね、私たちそう、なんか年離れてる、なんかすごいさっきも里根にニコニコしながら、なんかじゃあみよんさんたちとは小学校も被らないんですねわーっとギリ被るだろみたいな、そこまで離れてないけどね、え、あっちの3人は当時何歳、4歳え7歳、歳サバ読んじゃダメでしょ、ごめんなさいそう、ね、7歳ぐらい、7歳か、小学校1年生とかですか、1、2年生ですか、ね、何してたんですかね、男の子みたいだった私は、あ、そうだよね、髪が短くて駆け回ってました、そうなんだ、はい、横井ももダンス歴はあった、いや、なんで私ダンスは小学校3年生から始めたので、そうなんだ、そうなんですよ、なんか全然ダンスとかも始めてなくて、あ、ピアノちょっとやってましたね、そうなの、すごい、意外、はい、多彩だね、こっち側は、こっち側小5小6世代は、私はすごいなんか一番人生のピークが小5だと思ってて、何のピークが、すごい学校が楽しかった、まあ、AKB 入る入ってからのピークはもっとあるけど、はいはいはい、そこまでの人生だったら小5がマジ楽しくて、だからそれこそなんかグリーンの奇跡が流行ってたのが小5だったりとか、なんかなんだっけな、W ベースボールクラシックみたいな、なんかそういうやつあるじゃないですか、あの野球の番組
を学校の先生が授業中なのにみんなで野球見ようぜみたいな感じで、そうテレビで野球見せてくれたりとか、すごい楽しいクラスでした小5。全然覚えてないけど、私喧嘩ばっかりしてたな。この格好だけ。じゃあこの格好だとこういう風になっちゃうけど、何喧嘩？あのなんかそのこっちはこっちで遊ぶ約束してたのに、なんでそっちでなんか自分が知らない間に約束して遊んでるのみたいな。可愛い喧嘩ですよ。いい、こっちじゃないですよ。びっくりした。この格好で喋ってるからそんな格好。茨城のヤンキーだ。違う。そこ笑いすぎだから。喜びしてる人いる。違うもん。なるほど。小田さんは？私は13年前 AKB の握手会に初めて行きました。いい話じゃん。誰？ゆきりんさんです。ゆきりんさん、たつきさん。ゆきりんさん、まだかな、まだかな。そうなんですよ。どんな話したかとか覚えてる？でも私なんかコミュ障すぎて、あみたいにしか言えなかった。でもなんかありがとうみたいな感じで言ってくれました。ゆきりんさんだよね。めっちゃ覚えてる。嘘だ。よかったね、覚えてるって。めっちゃ覚えてるわ。さあということで、さっきのみんなも話してましたが、今回のユニットは年齢順なんですよね。そうですね。なのでエンドロールのみんなは、はいはい、同い年です。知らなかった。知らなかった？本当そう。そうそう、年齢で決まってたの。この間話したじゃん。たまたまだと思ってた。年齢ごと、そういうことだったかな。だから4人は同い年なんだよね。そうなんです。19、20です。はい、今年になる年。今年は若、はい、で、こっちは一番上から3人。そうです。20、今6です。26、そうなの。結構若いんだね。そうですよ。なんかこっち側かと思ってた。確かに。だから私も今回、ついに私もここに入るんだって思いました。上から3番目。そう、上から3番目でした。26、はい、28、うん、ふんふん。いやもうそれしかない。それしかないみたいな。30ね。そうなの。じゃあさ、その同い年4人のエンドロールはどんな感じだったの？はい、うん、なんかうまくいくんだね。でも身長が同じくらいで、うん、本当に。そうなんです。バランスがそう、めっちゃいい。良かったなっていうのと、うん、ひーちゃんは昔ね、エンドロール。そうなんです。私は結構チームエイトの全国ツアーでは、うん、もうめちゃめちゃの回数でやらさせてもらってたので、うん、久しぶりにできてすごく嬉しかったです。じゃあ年季入ってる。年季入ってる。ひどいな。ヨコちゃんとひーちゃんの2人で最初ずっとやってたんですよ。そう、2人バージョンで。そうなんです。2人バージョンで。2人バージョンでずっとやってます。ダンスメンバーすごい珍しい。ダンスが上手だから。あとは、うん、あとはですね、ズッキーは、私はエンドロールは大昔に一回全国握手会でやったことがあるんですけど、その時は自分で振り起こしをして出てったので、そう、今回初めて振り入れさせていただいたのと、あとは今回私以外全員チームエイトさんだったので、確かに、そう、ちょっと緊張しながら出ました。そうなの。そうなんです。優柔不断。あと私たち優柔不断なんですよ、すごい。みんな、いやでも私だけ即決できます。即決。なんで？もうおかしい。私は結構おかしいんです。私もやっと今回のライブで下を見よやばいなって気づいた。なんでですか？そう。知らなかった。悪い情報はやめてくださいね。いや、私はね、ミユと結構仲いいから結構やばいなって思っててんけど、昨日もちょうど LINE してた時、怖い、結構夜だったんですよ。で、明日楽しみだねみたいな話をしてたんですけど、そしたらなんかもう1時間前から布団に入ってるのに眠れません、眠れないのでおでん食べますって言ったんですよ。いいじゃないですか。いやなんかいいじゃないですか。ホットミルク飲みますとかなら分かるやん。おでん食べるんやと思って。こんなところで言わないでくださいよ。もうみんな聞いてるんですから。私もいい。なんかさ、ちょっと前からスカートひらり1曲目あって、スカートひらり朝9時からやった時あったじゃん。レース早くて、で、下尾さんが寝坊したわけですよ、9時の時。あ、それ寝坊だったんですか？そう、あ、そう。そうなの。あれ寝坊だった。で、それでマネージャーさんがに多分電話したら、すいません寝坊しましたって。じゃあそれが多分9時前ぐらい。じゃあ何時に来れるのって言ったら、
12時に行きますちょっと待って待って待って9時の前に寝坊して説明させてください。12時に行きます説明させてください。何しようとしてるの。これははい説明させてください。あの飛行機じゃないんですよ。あのこれは説明させて、あの楽曲の振り入れでなんか分かるやつとかを、うん、あのたまになんか分かるから、うん、ちょっとあの行かずに次の振り入れから参加しますって人いるじゃないですか、ね、だからそれで結構あのいろんなメンバーやったことある楽曲だから、うん、皆さん、うん、分かるから大丈夫ですって言うかなと思って、うん、で次の振り入れが12時からだったんです。なるほど、ね、だから次の振り入れからちゃんと参加しますって意味で言ったんですよ。だって全然言い訳だって、もその全員名前書いてあったじゃん。いやでも本当に寝坊した私が本当に悪かったです。それで、はい、本当にすいませんでした。かわいいなと思って、はい、かわいいなすいませんでした。はい、でこっちは、まあ、レディキュアデーをやったわけですよ。はい、そうね、そうですね。なんかレッスンでもうさ、うん、あの 上からの3人だなって感じがもう出ちゃうわけよ、やっぱやっぱなんか、そんなことないよ。いや、いなかったじゃん確かに優しいよ。いなかったじゃん本当って誰今言ってた誰ですかなんか本当に覚えられないんだよね。いや覚えられない。レディキュアデーそんなエンドロールに比べたらそんな難しくないのに、うん、全然難しくない。マジで覚えられなくて、でも覚えられなくても、うん、なんかそれっぽくできちゃいましたよね。みんなごまかすのが上手くなってるから。そうそう、でも今日は私はできたよ。今日は私もできました、できました、うん、そうだから本番には調整してくるタイプ。そうそうレッスンの時本当に誰かしら、あ、ここポッと抜けて、ここポッと抜けてるなっていう感じになっちゃうんですよね、うん、全然できないし、なんか振りに文句とかも言っちゃうんだよね。なんかあのさ、一列にまだ大丈夫だよね、喋ってて大丈夫大丈夫、あの気づいてくれるかなみたいなところで一列になって、うん、私の振りがね、うん、気づいてくれるかな、爪、小指からのいで、親指からロー、これむずいと思って、そう、小指から曲げて親指から出す、むずいと思って、うん、で難しいよ、絶対私も難しい、ゆいちゃんに難しいの来いみたいな。私はこれもずっと練習してて、爪の色恋はいつでも簡単すぎんか簡単私に来るで、でトムカラフルだねで、そしたら私とゆいちゃんもカラフルだね振りある納得いかなかった。そう、忙しい。ゆきりんはその自分に振りが多いことにちょっと腹立っているんですもうダメだなと思った。こういうところが本当良くないなと思って。でも楽しくそうやってレッスンしてましたよね。楽しかったね。そうそう。でもみんなやっぱ真面目だから、うん、そのすごい振り起こしもしてくるし。本当に真面目。ちゃんとさ、ここはこうですみたいなのも言ってくれるし、私はもう多分ほぼ全員に振り直しされた。特にひーちゃんに最近めっちゃ怒られる。申し訳ないです。ひーちゃん。本当にひーちゃんすごいよね。すごいよね。超しっかりしてる。いやなんかしてる。ゆきりんさんがひーちゃんは怒るって言うから、私最近みおんさんに、うん、あのこここうなんですけどって言って直接言ってよ。いやなんか言ってよ。なんかね、そう、あ、なんか直してくださいみたいな、分かりました直しますって結構しっかり言ったら、はい。いや私じゃない私。嬉しいのその感じ。私厳しくしてもらわないとダメだからさ。はい、そんな感じで頑張りましょう。頑張りましょうね。はい。はい。はい、じゃあということでここから後半戦に行きたいと思います。はい、はい、続きまして、はい、続きましては、はい、だいぶ夜になってきて、うん、ここからは、はい、後半戦となります。それでは後半戦、まずはこの曲、下尾くんこっち、おえほらねほらね言ったでしょみんな、かわいい、マジで可愛い、よろしくお願いします。はい、大丈夫だよ、よかった。じゃあ気を取り直して後半戦、まずはこの曲からです。どうぞ。失恋どうも。
夏曲3曲フルサイズで続けて聴いていただきました。ありがとうございます。続いてがですね、ありがとうございます、最後の曲になります。今から13年前、 AKB48 は CD が出せない厳しい時代を送っていました。そんな中、日比谷野外音楽堂さんのイベントにてライブがあり、新曲をリリースすることが発表されました。13年経った今も大切に歌い継がれているこの曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。大声ダイヤモンド。もやもやが
きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、僕の愛しさよ届け、大好きだ、ずっと大好きだ、風の中で叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなる、I'm not afraid to die.
やりたいことなんでもできる
ありがとうございます、アンコールありがとうございます。そして撮影タイムはここで終了となります。皆さんたくさん撮っていただいてありがとうございます。ありがとうございました。ゆきりんさん呼ばなきゃバレないじゃん。ごめんなさい。なきちゃんもいない。ですよ。はい、正しい位置に戻りましたね。すみません。皆さんいい写真撮れましたか？撮れたかな。撮れた。そうですかね。よかった。たくさん拡散して、あ、ハッシュタグ AKB サマパで今回はサマパやってるので、サマパで拡散お願いします。はい、さあというわけで MX 夏祭り、 MX ライブ夏祭り AKB48 2021最後のサマーパーティー、ここまでやってきましたが、あっという間にもう終わりの時間が近づいてきました。早い。じゃあここでメンバーにちょっとランダムに感想を聞いてみようと思うんですけれども。はい。お、横山さん。はい、はい、はい、お願いします。そうですね、今日は皆さんこうやって大変な状況の中足を運んでくださったり、配信でご覧になってくださったり、本当に、楽しい夏の思いができたなと、夏の思い出ができたなという気持ちです。本当にありがとうございました。そして私からここで皆さんにお伝えしたいことがあります。私、横山由依は AKB48 を卒業します。ここ最近、私が以前から思い描いてきた夢がより具体的に見えてきたので、一歩踏み出そうと決断しました。客観的に AKB48 を見ることが増えて、ミヨンの総監督を中心に新しい AKB48 を今すごく感じています。私は2009年に加入して12年、AKB48 にいたんですけれども、本当に大切で宝物のような仲間に出会えたこと、そして、こうしてどんな時でも応援してくださるファンの皆様に出会えたこと、 AKB48 で本当にかけがえのない大切な経験をたくさんさせていただけたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私を見てくださった方に、夢とか希望を持っていただけたり、明日から頑張ろうって、そういう活力になるような存在でいたいなというふうに思っています。卒業コンサートは、詳細が決まり次第、発表させていただきます。オンラインお話し会は、12月5日の、日をもって最後の参加とさせていただきます。こちらも、後ほどホームページで、お知らせしますので、ぜひご確認ください。そして AKB48 シアターでの劇場公演、卒業公演は12月9日を予定しています。あと3ヶ月なんですけれども、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
すいません、そしてもう一つお知らせがありまして、卒業するにあたって秋元先生から卒業曲を書いていただきました。ありがとうございます。タイトルは君がいなくなる12月という曲です。このあと20時から AKB48 の公式 YouTube にてミュージックビデオが公開になります。監督は私がさせていただきましたので、よかったら見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。すごく今日のコンサートが楽しかったので、本当に言おうっていうのは決めてたんですけど、ちょっとすごいもっとみんなといたいなっていう気持ちもありながらですけれども、これからも、私自身、皆様に見ていただけるような活動をしていきたいと思っていますので、応援していただけるとすごく嬉しいです。そして引き続き AKB48 もずっとずっとよろしくお願いします。お時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんもうちょっと汗なのか涙なのか分かんないんですけどでも本当にこう横山さんは誰よりも先頭で AKB をずっと大きな夢に向かって引っ張ってきてくださって、そして誰よりも AKB のことを大切に思ってきてくださった先輩だったと思います。なんか今日のこのライブのメンバーをこうずらっと見た時に、あ、いつの間にか AKB ってすごい顔ぶれがガラッと変わって、ずっと言われてた世代交代っていうのはいつの間にか進んでたんだなっていうのをなんか最近すごい思うようになったんですけど、そういう今の AKB っていうのを皆さんにお届けできるのもずっと AKB を守ってきてくださった横山さんがいたからだと思いますし、本当に横山さんが率いてくれた AKB がなかったら今の AKB はないと思うので、すごく感謝してます。まあ、これまで横山さんはきっといろんな先輩、同期、後輩、本当にいろんな人の背中を見送ってきたと思うので、次は私たちが横山さんの背中を送れるように頑張ります。最後まで素敵な思い出いっぱい作りましょう。よろしくお願いします。ありがとう。じゃあそろそろ最後の曲いきますか。はい、じゃあなるちゃん説明お願いします、はい、大丈夫かな。はい、はい、最後の曲はですね、皆さん皆さんの協力が必要です最後はですね、皆さんのお持ちのペンライトの電源を一旦切ってもらってもよろしいでしょうか。すいません、ご協力お願いしま す。どうなるんだろう。切れてるかな。ちょっとピンク見えるな。ありがとうございます。奥の方もちょっと見えるなっていう。消えるかな。あ、消えました。 消えた。 ありがとうございます。 OK かな。 ありがとうございます。すごい感じだった。あ、真っ暗。そしたらですね、皆さん携帯はお持ちですか。携帯の電源を入れてもらって、あるかな。あー、すごい。そしてその携帯のライト機能があると思うんですけど、ライト機能、すごい、めっちゃ機能、ありがとうございます。すごい綺麗。わー、めっちゃ綺麗、ホタルみたい。めっちゃ綺麗。すごい。皆さんライトつきましたか。もしなんかライトつかないよって方は、画面側を、白い画面側を見せるだけでもすごい綺麗になると思うので。あ、すごいですね、本当に。すごい、こっからの景色ホタル。じゃあ星ホタル、どっちにします。星でいきます。じゃあ、はい、皆さんご協力ありがとうございます。最後の曲はぜひ皆さんと一緒に作り上げたこの景色を目に焼き付けながら歌いたいと思います。
それでは本当に最後の曲聴いてください。流れ星に何を願えばいいのだろう。というわけで MX 夏祭り、2021年最後のサマーパーティー以上をもって終了となります。皆さんと一緒に本当に楽しい夏の思い出を作ることができました。皆さんも楽しかったですか？ありがとうございます。あ、そしてワンセブンライブをご覧の皆さんも本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、夏はもう終わってしまいますが、この先も秋冬、そしてね、横山さんが最後まで AKB 楽しかったと言ってもらえるような思い出をたくさん作りたいと思います。また皆さんお会いしましょう。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひ今日の感想はワンセブンライブでぜひ配信とかでたくさんやっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました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 。
以上をもちまして本日の公演は全て終了となります。お帰りの際はお忘れ物などございませんようお気をつけください。本日は密を避けるために規制退場とさせていただきます。順番にご案内いたしますのでご自分のお席が呼ばれるまで座ってお待ちください。さあというわけで今日は本当に楽しい一日でしたし、最後には発表もありましたね、岡山さん。そうですね、本当に卒業発表を自分がするっていうのがずっと実感がなかったんですけど、もう今の AKB をすごく感じたので、うん、ここだなと思って発表させていただきました。ミヨン総監督がすごく頼もしいのでいやいや残りの時間もそしてこれからの AKB48 もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんにとってもこの夏一番の思い出になっていたら嬉しいです。本日はご来場誠にありがとうございました。以上向井智美音と横山由依でした。ただいまより規制退場を行います。ご案内があるまで今しばらく。